王と姫の間があったってさ、女王様とかはおらんもんなん。そこはちょっと複雑な事情があるのだろうか。ほい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。ってことで、ちょっと近くにお姫様がいるからそこで話を。いいな、ドレスかわいいね。アイナ様、早速ライオトームの再建を進めていきたいと思うのですが、城の跡地はご覧の通りのありさまです。一体どこから手をつけたらよいものか。でももう私結構直してきたよ。見える？こんな感じで。あ、ここちょっと穴開いてるけど。アイナ様、今までのご経験を生かして何か良い案をお考えくださいませんか？良い案と言われましても。え？何ですって？あの場所に王の間を作ろうと。どの場所？ああ、そこ。確かに、かつてあの場所に王と姫の間があったような気がします。しかし、このような時にそんなお部屋を作っていただくわけには。いやでも私もそこはね、玉座を置く場所だと思ってたよ。だってここ城跡って言ったし、ちょっと高くなった場所にあるけんね。え、何ですって？玉座があれば、ララトーム再建のシンボルになる？そうですか。もし王の間があることで、皆の心に勇気が湧くのなら嬉しいことです。あなたはなんとお優しい方なのでしょう。ありがとうございます、アイナ様。かつて玉座の間はこのようでした。この設計図を使って、どうか再建お願いします。なんだかんだ言って普通になんか持ち歩きようやね、設計図。玉座の間の設計図を手に入れた。いつかは作ってもらおうとしてたな。ってことで、まあこの設計図を。ほら、この絨毯とかね、あ、ぴったりや。ファサッと。前に行った、魔物の城とかでいろいろ整ってきたからね。城の壁、地っていうのはどこ？あ、あの下の一段目か。城の壁、地。ちょ、とりあえず、城の壁、地を取り戻すじゃない。取り出して、まあ、いいや、全部取り出しとこう。んで、あとは、城の壁、鋼の大扉、壁食台2、玉座2、タペストリー2、大きなタペストリー2、城の大柱2、間違えた。まあ、覚えやすい感じかな。ってことで、食台。壁食台が、2個。ほんで、あとはちょっとないね。作っとこっか。じゃあ、とりあえず、よいしょ。ここで、鋼インゴット。これね。はいはい。これは一体何をどこから入れてるんだろう。鋼インゴットを5個作った。そして鋼の大扉。んで、あとが、タペストリー。ん？ないぞ。あ、玉座がある。玉座2つ。玉座を1個作った。これはちゃんとお姫様が座ってくれるんやろうか。ね、王様はおらんけど。てか、かつて、王と姫の間があったってさ、女王様とかはおらんもんなん。そこはちょっと複雑な事情があるのだろうか。ない、あ、あったあった、壁掛けじゃない。タペストリーと、大きなタペストリー。あと柱がいるんやったよね。あ、あったあった、城の大柱。これ。を、二つ、やけん、あと一個ね。よし。え、これで全部かな？じゃあまあ、とりあえず作り出していこう。城の壁、地。ポンと。ああ。全然上乗ってなかった。なんかこういうね、こういう時に魔物が来られたらちょっと困るんやけど。よし。てか、あの兵士さ、人が誰もおらんところをあんなに一生懸命護衛しても、何の意味が。しかもそこってさ、食べ物作るところでしょ？そこまでして守りたいかね。ああ、間違えたよ。二段目作ってしまった。はいはい。お、もう一歩向こうに行ったら、すでに外のワールドに。外のワールド？外のフィールドに。そして、城の壁。今ちょっとお姫様登ってたでしょ？
でも玉座の間ってこんな囲むんやね、壁で。あ、でもそれはあれか、ビルダーズ的に囲まんかったら部屋として認識されんけんっていうことかな。だって普通さ、こういうとこって玉座の間ちょっと開放的な感じにしとったりとかさ、それかもうちょっと広くして、なんか玉座と扉までの間がもうちょっと長くてさ、レッドカーペットみたいなの敷かれとる感じのイメージあるんやけど。よし。そして、とりあえず壁食材を左右に。てか、まず先にあれかな。扉をつけとこうか。扉。はい、これで。これで、あと食材をつけたら、空き部屋の完成になる。まだ空き部屋。ちょっと待ってね。この辺。え、足りない？これか。はい、オッケー。空き部屋が完成した。イエーイ。ん？おー、拠点のレベルがレベル2になった。イエーイ、やったね。んで、こっち側にも置いて、ここ2つ玉座やろ？玉座、玉座。よし。そしてこっちも。おー、立派じゃないか。んで、柱二つと、タペストリーが真ん中に二つ。んで、大きなタペストリーが両脇に。タペストリー。これを、この辺か。んで、大きなタペストリー。ん？これは、このままでいい。ん？これ大きいっすか？大きくないよね。ちょっと待って。お、あ、これか。大きなタペストリー。普通に玉座の上、ポン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 私上がってんだけど、土足で。最悪じゃね。んで、城の大柱。大柱。これね。方向とか合っとる？まあ、光ったってことはあっとんかな。よし、これで。よっしゃ、完成！やったね。設計図。お、空き部屋が玉座の間になった。超豪華じゃん。イェーイ、いい感じだよ。あ、絨毯もこれちょうどやったんや。よかったよかった。ねえ、お姫様。は。まあ、皆様、玉座の間が再建できたのですね。あなたのおっしゃる通り、これがあれば、ララトーム再建のシンボルになりそうですね。アイナ様、この世界はかつて、竜王に戦う挑んだ戦士が、竜王の味方になれば、世界の半分を与える、という誘いに乗ったことで生まれた世界とされています。私はそのことに絶望し、自分自身を石に変え、眠りについていましたが、あなたという希望が現れた今、世界に光を取り戻すことも夢ではないのかもしれません。と申しますのも、アイナ様。実はこの地に来る前、ルビスからお告げがあり、竜王を倒す鍵となる特別な道具を持つ三人の賢者がここに向かっているそうなのです。三人の賢者？竜王を倒す力を持つ？すべてはルビスのお導きであり、アイナ様がこの地にいらっしゃるからこそ。私もアイナ様のお役に立つべく、三賢者の行方を探してみることにします。そんなのそこのおじさんがさ、予言とかで当てれるんやない。三賢者の居場所が分かるまで、少しの間待っていてくださいね。クエストコンプリート。命の木の実。イエイ。パチ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 。ちょっと座ってみたりとか。え、偉くなった気分。邪魔だよ、君たち。え、なんなの？座りたいの？え、なに？なになに？着替えた？え、なんすか？え、玉座の間って着替えるとこなん？へえ、なに？え、皆様？マジで？みんな玉座の間着替えに使うの？なるほど、なんか知らんがそういうことらしいよ。立派な服になったんか、誰かおるし。誰君？おお、あなたがアイナ殿ですか？いやあ、ようやく会えましたね。僕はオーレン。最初、あの兵士かと思ったら違うんや。なるほど。ラスタンの言う通り、あなたはとても面白いお顔立ちですね。うるせえわ。ラスタンっていうのがもう一人のあの兵士ね。物を作るのはすごく得意そうで、いろいろな物をどんどんひらめきそうですが、魔物を倒したり、まして竜王を倒すなど、夢のまた夢といったお顔立ちだ。すごい勢いでバカにされるんだけど。え？今まで強大な魔物をたくさん倒してきた、ですって？ご冗談でしょう。
さすがビルドは冗談作るのもお上手だ。何を上手に言ったつもりでいるのかね。実は僕はしばらく前に石化が溶け、あなたの留守中にララドームに入っていたのですが、姫様からのご命令でとある調査のために外に出かけていたのです。時間はかかってしまいましたが、いいご報告ができそうですよ。すぐにご報告したいところですが、歩き疲れて今にもそっと落ちそうなんです。申し訳ありませんが、少しだけ休ませてください。オーレンが拠点の仲間に加わった。さっき拠点のレベルが上がった件ってことかな。はい、なんか早速着替えに行きよるね。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。さっき現れたあの兵士は早速ね、玉座の間に行って立派な服に着替えてきたけど。